ノーウォークはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス郡の都市である。2000年国勢調査による人口は10万3298人だったが、2010年国勢調査での人口は10万5549人となっており、2000年から2.2%増加している。19世紀後半に設立され、1957年には姿勢を敷いた。 ロサンゼルス中心街から南東に17マイル、ガーデングローブの北西12マイルに位置している。ノーウォークの姿勢は1957年に作成されたノーウォーク試験証によって設立された市政委員会、シティマネージャー方式を採用している。5人の委員によってなる市政委員会は、市の主たる政策立案主体である。二年ごとの選挙で二人、または三人の委員が改選され、 4年間の任期を務める。委員の多選には制限がない。市長は委員の5選で選ばれ、任期は1年間である。ノーオーク市はゲートウェイシティ委員会のメンバーである。メキシコのソノラ州、エルモシージョやサカテカス州、フレスニオと姉妹都市を結んでいる。ノーオークグラマースクールの教師と生徒たち、1890年現在ノーオークのある地域には、 諸小二族インディアンが住んでいた。彼らは主に蜂蜜、一連のベリー、ドングリ、セージ、リス、ウサギ及び鳥類で食いつないでいた。彼らの小屋は、セジャットインディアン集落の一部だった。1760年代後半、スペイン統治の下で開拓者や伝道士が訪れ、有名なエルカミのレアル道路ができた。スペイン軍人、マヌエル・ニエトが1784年に、 ノーウォークの土地を含むランチョロスニエトスの土地特許を得た。米木戦争が終わった1848年、このランチョと鉱山の時代が終わった。ランチョの土地は細かく分割され、カリフォルニアがアメリカ合衆国の州に昇格した時に売りに出された。この土地の開発に関する噂がオレゴン州のスプロール兄弟のもとに届いた。彼らは以前に南カリフォルニアを訪れた時に見た。 肥沃な土地や巨大な鈴掛けの木を思い出した。1869年、アトウッド・スプロールがその兄弟のギルバートのために、コラソン・デ・ロス・バレス、すなわち、バレーの心臓と呼ばれる地域で463エーカーの土地を1エーカーあたり11ドルで購入した。1873年までにこの地域を鉄道が通り、スプロール兄弟は契約書で旅客乗降駅という情報を入れさせて、 23エーカーの土地を上渡した。その3日後には、アナハイム鉄道支線の列車が初めて、ノースウォークを通り、ギルバートスプロールが街の場所を測量した。1974年、街の名前は公式に、ノーウォークと記された。ノーウォークの田園部は1880年代まで未開発のままだったが、ノーウォーク駅のあたりは、将来の住人が全国からこの地を訪れる。 可能性を与えた。ノーウォークで最初の家族と呼ばれる者たちは1900年以前にこの地域に入っていた。1880年に D.D. ジョンストンがノーウォークで初の学校体系を作った。ジョンストンは1882年にトムランバードに金を与えて町では初の工場であるチーズ工場を作らせもした。1890年代には果樹園。 農場及び落農場の間に多くの微麗な家屋が建設されていたので、ノーウークが繁栄していることが明らかだった。1843年にノーウークとレイクランド道路にあるサンタフェスプリングスの間との境界部に設立されたリトルレイク墓地では、19世紀の末にノーウークは落農業の中心になっていた。1900年国勢調査に記録された地元50家族のうち、 大半は農業あるいは落農業に携わっていた。またこの時期の南カリフォルニアの中では、サトービートでも最大の農園がいくつかあった。20世紀初期に農王区に入植した落農家の多くはオランダの出身だった。1950年代以降、農王区の住宅が増加するにつれて、ヒスパニック系住民の割合が著しく高まった。 1990年代には隣接する裕福なセリトスやオレンジ群の地域社会では家屋を取得できなかったアジア系住人の比率が高まった。1891年に DD ジョンストンが建設したハーギットの家はビクトリア町、イーストレークの建築様式をとっている。メイプルデール12,426にあるハーギットの家博物館は チャールズ・ハーギットとアイダ・ハーギットから死に寄付された。この博物館は、毎月第1及び、第3土曜日の午後1時から4時まで公開されている。1958年2月の夜間、ノーアーオーク上空で、軍輸送機のダグラス C-118 機と、アメリカ海軍の偵察爆撃機、p 2ト5回ネプチューン機が衝突した。乗員47人が死亡し、 地上に落ちてきた破片で23歳女性市民も死んだ。1961年にアメリカンリージョンが混流した事故を追悼する名板は、ファイアストーンブールバードとパイオニアブールバードの角の小さなショッピングセンター内にあり、事故が起こった地点を示している。ノーウォークは、北緯33度54分25秒整形118度5分0秒。 国位33.90694度整形118.08333度、33.90694-118.08333 33に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は9.35平方マイル、この打ち陸地は9.35平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は0.60%である。 ノーアオーク市は北西にダウニー、南西にベルフラワー、南にセリトスとアーテイシア、北と東にサンタフェスプリングスの各自治体と接している。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。市の発行する包括的年間財政報告書によれば、市の予算は歳入7820万ドル、歳出7910万ドルとなっており、 総資産1億720万ドル、総負債4870万ドル、現金と投資額5480万ドルとなっている。ノーアオーク市はロサンゼルス軍保安部と契約して警察業務を受けている。保安部は独自の警察署を維持し、ラミランダ市や未編入のサウスウィッティアでも警察業務を行っている。一時期はサンタフェスプリングスとも契約していたが、 サンタフェスプリングス市はウィッティア警察署と契約するようになった。保安部の警察署には206人の警官がいる。地域合同薬物情報センターとテロ対策を行う地域合同情報センターがインペリアルハイウェイ東12,440の大型商業ビルに入っている。防火と救急サービスについてはロサンゼルス軍消防部が担当し、 アンンビビュラススサービスの救急車が稼働している市内には、ロサンゼルス軍文書登録記録部がある。この登録部は、有権者登録と名、また結婚許可証発行、市民結婚式の実行、事業屋号の登録と、指標付け、交渉人の認定と登録、及び様々な制約書と申告書の法的発行も行っている。 毎年結婚許可証を約7万5千通発行し、野合登録を約12万5千件を行っている。記録部は不動産の所有者を決める法的文書を記録し、出生、死亡及び結婚の記録を維持している。他の軍では査定人、健康サービス、公的社会サービス及び地域企画のような部門の業務を行う。毎年不動産関連で200万件を扱い、 出生、死亡及び結婚で約75万件を記録する。また、毎日2000人の利用者に対応している。カリフォルニア州議会では、上院の第30及び会員の第56選挙区に属している。連邦議会会員では、カリフォルニア州第38選挙区に属し、クック投票動向指数では、民主党プラス20となっている。2010年時点で、 すべて共和党議員が務めている。ロサンゼルス軍健康サービス部が、ウィッティア市にある、ウィッティア健康センターを運営しており、ノーアーク市民も利用できる。アメリカ合衆国郵便公社が、ノーアーク郵便局とパディソンスクエア郵便局を運営している。ロサンゼルス軍最高裁判所の南東地区裁判所が、ノーアーク市内にある。市内にある、メトロポリタン州立病院は、 敷地面積162エーカーあり、カリフォルニア州精神医療部の運営する神経、精神科病院である。ノーアオーク市域内には4つの自動車専用道路が走っている。サンターナフリーウェイとサンガブリエル川フリーウェイは市の北縁で交差し、センチュリーフリーウェイは市の生館サンガブリエル川フリーウェイを終端としている。アーテイシアフリーウェイは市の南境界のすぐ、 南、セリトス市とアーテイシア市の中を走っている。セリトスオンホイールズがセリトスカレッジとセリトスタウンセンター、セリトス芸能センター、セリト、ノーアウォーク交通がノーアウォークと隣接する地域社会との間にバス便を運行している。現在は8路線がある。ロングビーチ交通がロングビーチからスチュードベーカー道路を経由してメトログリーン線の駅に バス便を運行している。ロサンゼルス軍都市圏交通局がノーウォークからのバスと列車を運行している。メトログリーン線のライトレールではノーウォーク駅からロサンゼルス国際空港とレドンドビーチに行くことができる。メトロのバス便ではメトログリーン線のノーウォーク駅からフロレンス、ファイアーストーン、インペリアル及びローズクランズブールバードをつないでいる。急行便では ディズニーランド、エルモンテバステイロングビーチ及び、ロサンゼルス市中心街とを結んでいる。メトロリンクのオレンジ軍船と91船が、ノーウォークから、オレンジ軍、リバーサイド軍を及び、ロサンゼルス市中心街とをつないでいる。ノーウォーク市の包括的年間財務報告書2009年版によれば、市内の大きな雇用シトップ29は、以下の通りである。市内には、 セリトスカレッジがある。1955年の創立であり、ロサンゼルス郡南東部52平方マイルを対象とする公立コミュニティカレッジである。旧学部87学科で学位と卒業証明書を提供している。毎年1200人の学生が卒業している。ノーウォークの公共教育は、パイオニアブールバード12822本部を置くノーウォーク。 ラミラダ統合教育学区と、サンタフェスプリングス市パイオニアブールバード1515 15、日本部多く、リトルレイクシティ小学校教育学区が管轄している。市内西部の一部は、セリトス市、ノーウォークブールバード16700にある、ABC 統合教育学区が管轄している。私立学校としては、セントジョン・オブ・ゴッド学校、パイオニア・バプテスト学校及び、 セントリナス学校があり、州内で著名な JB 森村小学校もある。ありがとうございます。